皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は中学校の歴史、金文字文学の作者たちと題して、金文字で作品を書いた人の中から代表的な3人について説明します。金文字が生まれてからもう1000年以上経っています。私たちも普通にひらがな、カタカナ使っていますよね。もし金文字が生まれなかったら、私たちは漢字だけで文章を書かなければいけなかったんですね。日本語の音を一つの文字で表すことができる金文字、当時の人にとってはとても魅力的なものでした。その金文字を使って、文学を作っていった、作品を書いた、まず最初の人、紀貫之、この人から紹介します。紀貫之は醍醐天皇の命令で古今和歌集を編纂しました。この古今和歌集、作者はほとんどが貴族でした。ですから奈良時代にあった万葉集のような素朴さはありません。万葉集は身分の低い人たちから、農民から先盛り、そして上は貴族天皇まで、幅広い身分の人たち、そういう人の作品が収まっていたものでした。でもこれは貴族だけで書かれた、ほとんどが貴族が書いたもので作られた和歌集だったんですね。紀貫之、これを編纂しただけではなく、自分でも作品を書いています。それが土佐日記です。紀貫之が土佐の国の国盛りとしての仕事を終えて京都に戻るまでのことを書いた紀行文ですね。それが土佐日記です。ただし紀貫之男性なのに女性が書いたという形をとっています。これなぜかというと、当時はまだ男性はこの金文字というのを使うのにプライドがあって使わなかったと、男性は漢字を使ってまだ書いていたと、そういうことなんですね。ですから女性が書いたという形をとっていました。そして今の日記と違うのは、自分を他人が見ているようなそういう書き方をしています、今は自分のことですから今日は何々があって何々してどうだったって書きますけれど、これは別の人になってその人を見ているような形で書いてある。これが土佐日記なんですね。それから、内容の中には反省というより、その人を批判する、その人の行動を批判するような表現が目立っています。そして当時日本の最初の物語だと言われる竹取物語、これ亀姫の物語ですね、これも、金文字で書かれています。これは作者不明、誰が書いたのかは分かっていません。そして金文字で書かれた文学、なぜか女性が多いと、女性が多いのはなぜかと、一つは先ほど紀貫之のところで触れたように、男は対面にこだわって、金文字を和歌にしか使わない、普通の文章は漢字で書いて、金文字使わなかったんですね。それからもう一つ、宮廷で皇后などに仕えて働く女性が増えて、その女性たちは高い教養を身につけていた、そういう高い教養を身につけた女性が増えて、その人たちが金文字を使っていろんなものを書いていった。だから作者には女性が多くなっていったということなんです。その中の代表的な2人は清少納言と紫式部、この2人ですね。この清少納言と紫式部、本名ではありません。当時の女性の名前や本名を知るのはちょっと難しいんですね。でこの清少納言の、分けるとたら清少納言ですけど、この少納言という部分、この少納言は宮廷での呼び名です。この清少納言、清原元助という人の娘だったんですね。その清原というところからこの清いの一文字を取って清少納言と呼ばれていたようです。この清少納言、一条天皇の皇后の定子に仕えていました、
この亭主というのは学問が好きで、とても清少納言のことを気に入っていたということです。そしてその才能の素晴らしさは宮廷でも遠くに目立っていたようですね。この人の書く文章、ね、歯切れが良くて短い言葉の中に複雑な感情を込めて美しい文章で表現していました。文章は男性的で暗さがない、そういう文章を書いていたんですね。これに対して紫式部、ね、式部も、宮廷での呼び名で、本当は、中京貴族の藤原為時、この人役人だったんですけれど、この娘で、藤原のこの唐の字を取って唐式部と呼ばれていたそうです。この紫式部と呼ばれるようになったのは彼女が亡くなった後なんですね。彼女が書いた源氏物語の紫の上という女性にちなんで紫式部と呼ばれるようになりました。紫式部は一度結婚した、そして子供が娘が生まれるんですけれど、残念ながら夫が亡くなってしまいました。その後その寂しさを紛らわすために源氏物語を書き始めた、こう言われています。なぜ紫式部がこの宮廷に上がって、ね、働くようになったのか、それは藤原の道長、ね、摂関政治で、ね、一番勢力を持っていた時のこの藤原の道長ですね。この人が源氏物語の評判を聞いて、一条天皇の中宮だった彰子、これ道長の娘ですけど、この人の女房に臨んだ。女房というのは、奥さんのことじゃなくて、この宮廷で働く女官のことです、ね。紫式部はこの彰子の教育係になったんですね。性格は真面目で控えめな性格、しかし大らかさはある程度持っていたようです。この人が書く文章、ね、この人は人間に対して深い観察力があって、その観察力で登場人物の心をきめ細やかに描き出している、そのようにして書かれたのが源氏物語だったということです。今日は金文字文学の作者たちというタイトルで、紀貫之、清少納言、紫式部、この3人についてお話をしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。